さあ続きましてのトラックレース決勝種目は5年女子 800m です。スタート後に選手を紹介します。それではスタート。森山レース中ではありますが選手の呼び出しをします。チーム演算吉田優奈さん、チーム演算の吉田優奈さん、走り幅跳びの競技が始まりますのでお越しください。それでは選手を紹介いたします。樋口さん中村塾、吉山さんゴンスポーツアスリートクラブ、大崎さんゴンスポーツアスリートクラブ、宮原さん一宮町陸上スポーツ少年団、堀内さん一宮町陸上スポーツ少年団、高野さん一宮町陸上スポーツ少年団、島村さん一宮町陸上スポーツ少年団、鈴木さん甲斐 AC ジュニア、中澤さん南アルプス AC、 島村さん一宮町陸上スポーツ少年団、以上10名の選手で5年女子 800m 決勝。さあ先頭は4名の選手。さあこの4名の選手でホームストレートをただいま走っております。先頭は吉山さんゴンスポーツアスリートクラブ、大崎さんゴンスポーツアスリートクラブ、井口さん中村塾、間もなく 400m 通過。 400m 通過は83秒。12時45分からスタンド前で行われます5、6年女子走り幅跳び。まずは6年生女子の選手を紹介します。吉田さんチーム演算、遠藤さん小笠原 AC、 宮原さん南アルプス AC。 さあ残り 100m。 さあここで前に出たのは吉山さんゴンスポーツアスリートクラブ、追いかけますのは大崎さんゴンスポーツアスリートクラブ。